中ナキリスゲカレックスナチアナは、カヤツリグサカスゲ属の植物の一つ。ナキリスゲに似て大型になる。密集した株を作る、多年生の草本。家計は高さ60から100センチメートルにも達するが、先端は、緩く垂れる。葉は、幅が2.5から4センチメートルで、能力色をしており、硬質でザラつく。器部の葉少は濃褐色に色づき。 繊維状に細かく避けることはない。また、養芯のない鞘だけのものはない。下記は9から10月。過剰の形としては、家計の先端側のバまでの部分に、各節から小棒2から3個くらい付ける。すべての小棒はほぼ同じ形で、有刺性、つまり雌花の並んだ小棒の先端に、尾花の部分がある。小棒の基部から出るつとは、鞘があり、養芯の部分は、 花方のものはよく発達して、養生となるが、石の都では小さく市場となる。拳は単円中型で、長さ1から3センチメートル、目花は5から10列ほどある。尾花輪辺、目雌花輪辺はいずれも褐色で先端が鋭く尖った形になっている。花方は輪辺と同調から長く、長さ3.5から4ミリメートル、乱形で、先端は次第に細くなって、 口は史状となり、先端の口の両側に小さな市場の突起が二つある。その表面は円沿いに毛があり、それ以外は無毛となっている。痩せかは下方に密に包まれ、卵形で長さ2ミリメートル。中東は二つに裂けている。本種は和歌山県の那智山で最初に発見されたもので、学名の種商名も和名もこれによる。日本では、 本州の静岡県伊勢、四国、九州と薬島に分布する。また国外では中国から報告がある。森林や林園に生える。本州は、こぼが有志性で家系の節から、複数出ること、中東が二列であること、秋に開花結実することなどから泣き留める施設と、グレイスセルズにまとめられる。この節のものは日本に十一種ほどがあり、いずれもよく似たものである。 ただし、本種の分布域が限られるので、同一地域に出現する種は、ずっと少ない。その中で仙台すげは保服系があること、大名切りすげは頂きこぼが優勢であることがこの、ダグイの中では独特なので判別できる。ふさな切りすげは、渓流沿いに出ることと中東が宿財政である点で、区別しやすい。残りは、名切りすげと小米すげで、 本種はこれらとは見分けづらいが、ルーペがあればそれら2種は、下方の全体に毛があるのに対して、本種では、円の部分には毛があり、それ以外の面はほぼ無毛という特徴があるので区別、できる。なお、本種の下方は、やや大きく、小米2.5から 3mm、なきり2.8から3 5ミリメートルに対して3.5から 4mm もある。 植物体全体も大柄であることも含め、慣れると遠目にもある、程度判別がつく。もっともなきりすげは結構変異が大きいので、騙されることかず知れずである。もう一種、ングすげは、三輪に生え、もう少し小柄なもので、しかし過酵は本種並みに大きい。この種は、過酵の脈状に指紋が生えること、先端が細いくちばしになることなどで区別する。 環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧通類に指定されている。県別では東は茨城県から西は鹿児島県まで14の県で指定がある。その中で愛知県と和歌山県が純絶滅危惧の指定である以外は絶滅危惧通類が静岡、三重、大分、鹿児島、絶滅危惧愛類,類が茨城、兵庫、山口、徳島、高知、福岡。 佐賀、長崎とかなり厳しめの指定が出ている。環境省によると、植生の繊維や草地の開発が減少の主たる原因であり、100年後の絶滅率が約85%と推定され、ただし2007年調査時とは変化がないとされている。以下、主として、星のほか、P 和歌山県 P319 星のほか、P140。 ただし、勝山では同一の記述ながら師島にが付されている。記録に疑問がある、ということか。勝山、ただし、出店署名を付してあるのはそれ以外に記録がない、ということか。勝山、P89 以下、日本のレッドデータ検索システム2020年5月9日閲覧、環境省、P576、ありがとうございます。